ちょっとどういうことなの？なんでゲームで殺人が起きるのよ。それになんでキリトさんがそんな情報を知っているの？シノンも様子がおかしいし、なんか頭がごちゃごちゃよ。わかってるわよ。私もキリトさんを信じているわ。でも、ごめん。確かにパニックになってたかも。すごい人たちって、こういう時も違うのね。ううん、独り言。気にしないで。私は、GGO から離れたくない。SBC フリューゲルを絶対に一番にクリアしたいから。デスガンが出てきたら、返り討ちにしてやるわ。だけど、あんたはアファシスの件もあって顔が売れちゃってるからね。無理に付き合えとは言わないわ。万が一、あんたが狙われたら。ありえないはずだけど、そんな。僕の考え？そうだな。少し、外に出て話さないか？さすがにデスガンに今すぐ襲われるわけではないだろうし。総督府前の広場で待っているよ。私がどうするか？いつも通り GGO に来るわよ。だって GGO で人が死ぬわけないもの。絶対にありえないから。ソードアートオンライン事件の後、VR 関連の技術者は徹底社会が VR を悪とみなし、否定する中で絶対の安全を謳って生まれたのがアミュスフィアなの。もう二度とソードアートオンラインのような悲劇を生まないため、 VR の発展を止めないために、もちろんソフトウェア面、ゲーム運営側も安全確認を徹底しているわ。 GGO だって外部向けの連絡先は非公開だけど、ゲーム内でのユーザーサポートはしっかりやっているでしょ。だからキリト君の懸念は理解できるけど、私は GGO を離れないわ。そうね。仲がいい友人が関連の仕事をしているの。だから GGO が安全だと私は確信しているわ。答えは出たかい？みんなの話も聞いて。以前からただのゲーマーとは思っていなかったけど、キリト君という人物は何者なの？おそらく彼は殺人事件にデスガンが絡んでいると直感しているのだろう。つまり否定しながらも GGO で殺人が起こりうると思っているのさ。それでも冷静だし、自ら動いて事件を解明しようとしている。平和な日本で生きている人間とは思えないんだよ。僕は
平和な日本で生きている人間ではないから。実は、なんてね。冗談だよ。これでも、人に裏切られて死にかけたり、裏切って刺されたり、撃たれたりと。だから冗談だって。君は、人の話を鵜呑みにしすぎる。もう少し疑った方がいいよ。キリト君の話に戻そうか。僕は、アスナ君たちの方に驚いたよ。死ぬ可能性を知っているようなのに、それでも、キリト君と一緒にいることを選ぶ。ああ、キリト君のモテぶりを僻んでいるわけじゃないよ。アスナ君たちはね、死というものを認識していると思うんだ。彼女たちには、信頼だけじゃない、覚悟がある。その、どうしたら、そんな関係が作れるのだろう。そんな優しい目で見ないでくれ。僕は別に、そういう関係が欲しいとは思っているわけじゃない。そもそも、信頼 100% の関係なんて、GGO で殺人が起きるより、ありえないよ。アスナ君たちは、とても仲がいいけれど、絶対裏では、キリト君をめぐって、苛烈な争いが起きているはずだ。でも、しばらく一緒にいるけど、そんな気配が全く感じられないんだよな。それにしても、優しいな、君は。冗談 50%、嘘 50% の僕の言葉に共感してくれるなんて、君はきっと、平和な国に生まれ、命の危険もない生活を送り、穏やかな日々を過ごしているのだろうね。僕はね、そんな世界には退屈しかないと思っていたんだ。しかし、取れないブドウは酸っぱいだけかもしれないと思い始めている。ああ、ごめんごめん。何の話だっけ ?GGO を続けるかどうか。で、僕はデスガンなんか何とも思わない。ああいう毛質に囚われた輩はよくいるし、ただね、今はキリト君や君たちを見ていたいな。話の結論までやたらかかったな。長話は僕の悪い癖だ。君は周りがどんな意見だろうと自分で判断するだろう。だからこれでお別れにならないことを祈っているなんてね。たかがゲームさ。ただし僕はデスガンなんか何とも思わないとは言ったけど、 GGO で殺人は起こらないと。みんなの意見は聞いたかい？キリト君。そうか。みんな、GGO に残るのか。まあ、あくまでも万が一の可能性だからね。ただ、デスガンはなんとなく嫌な感じがするんだ。はっきりとした根拠はないんだけど。だからできるだけ、外に出るときは誰かと一緒に行動してほしい。君も、アスナやシノンたちを気にかけてくれると助かる。俺は当分、地道にデスガンの情報を集めることにするよ。奴のアバター名が分かれば、知り合いがザスカーに紹介してくれるんだけど、プライバシー機能で隠されているとな。どうやって奴を見つけて近づくか。あ、もし君たちがデスガンを見かけても、むやみに近づくなよ。俺にメールをくれれば、すぐに行くから。ありがとう。俺も無理するつもりはないから心配しないでくれ。それに SBC フリューゲルの攻略もあるしな。みんなのログイン時間は攻略に当てて、夜中は情報収集をして、うん、平日の昼間に睡眠時間を確保できるから問題ない。
その辺はぼちぼちやるよ。うちには食事をちゃんと取らないとうるさい妹もいるし。あ、そうそう、アスナたちも全員変わらずログインするって言ってたよ。俺のお目付けもあるだろうけど、やっぱり攻略に参加したいみたいだ。デスガンへの警戒は必要だけど、みんなで SPC フリューゲル最速攻略を目指そうぜ。